先日は大寝坊をかまし、ポケモンリーグチャンピオンになるはずが、寝坊リーグチャンピオンとなってしまったけれども、本日はしっかりとポケモンリーグチャンピオンになりたい。いやー、ちょっとね、実を言うとね、今日も眠くてね、今日も眠かったよ。すごい眠くて、なんでこんなに毎日は眠いんだろうってね、ちょっと最近すごい不思議に思ってる。不思議だねー、だねだねー。まさかヤフーニュースに載るとはね。え、どういうこと？待って、まさかヤフーニュースに載るとはねって書いてるやからいるんだけど、もしかしてヤフーニュースに載っちゃってます？自分もしかしてやっちゃってます？知らねえんだけど、そんなの。そうなんだ、トップニュースだよ、ヤフーニュースに載ってますよ。え、知らないんですけど。何それ、どういうこと？なんか寝坊かましましたよみたいなこと？そんな取り上げるものほどですか？ちょっとヤフーニュースネタが不足してんじゃねえの、ネタ不足してんじゃねえの、もしかして。そんな、どうでもいいだろそんなね。寝坊してヤフーニュースに載る女、どういうこと？おめでとう、かっこおめでとう、さくらみこさんホロライブ寝坊記録を更新、白上ふぶきさんのエール、シャープゆっくり寝ろみこちが世界トレンド1位に。どういうことだよ、やめてくれ、やめてくれよ、恥さらしだぜ。どういうことだってばよ。そっか、すごいな世の中って。まさかね、ミコ生まれてこの方その寝坊でヤフーニュースに乗るなんて想像もしてなかったからさ、すごいな。いや、ホロライブってすごいな。